人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。今回はスーパーファミコンのゲーム機動戦士ガンダムクロスディメンション0079の続きをプレイしていきたいと思います。コンソールだな。コンスコン隊は、チベを機関とする機動艦隊という位置づけだったと思います。では出撃準備をしていきましょう。まずアムロのガンダムはですね、レベル19とだいぶ上がってきてます。もうこれ以上はあまり望めないかなっていうぐらいね、しっかりとレベリングがされている状態になってきています。一方ですね、致命的なのが、ハヤト、まだレベル3なんで、ちょっと今回こそですね、カイとハヤトのガンキャノン、カイはレベル10まで来てるんですけども、カイとハヤトですね、レベルをちょっと上げていきたいと思います。確か12機のリックドムをアムロが早々に撃破して、コンスコンの乗る機関チベもね、撃沈した、そういう回だったと思います。ハヤト、カイに続いてアムロ、そしてセーラさんですね。でまだスレッガーはソロモン戦の前まで前なので健在ですね。このセーラさんとスレッガーさんのコアブースターによる支援攻撃あんまり使ってないんですけど、有用であればちょっと使っていくことも考えたいと思います。マップは広いですね。ちょっと一個ずつ潰していきましょう。近くに敵部隊がいないのを確認して、ではちょっと右のマップから攻めていきましょうか。ここからリックドムが敵としては主戦力になってくると思うので、ちょっとそのリックドムをね、付け狙っていきましょうか。こちらはハヤトのガンキャノン、ショルダームのキャノンですけど1しか与えられないから、それでいてこのダメージだからな、きついよな。しょうがない、ここはアムロのピンポイントビームライフル攻撃でまずは仕留めましょう。何？全然ダメージが通らない。やられる、ハヤトがなんとか残ってくれた。まずはリックドも一気、本当に苦戦しそうですね。
まあ、ガンキャノンなんですけども、今撃ってるキャノンですね。これはですね、弾が無限にあるみたいなので、この無限にある弾をうまく使って、敵を削っていくっていうのがいいと思うんですけど、いかんせん、ハヤトに関してはもうレベルが低すぎて、なかなかね、そのレベリングっていう状況にもなってこないのが苦しいところですね。なに、ここでバズーカ撃たれるか。このジャイアントバズも、まあ、煩わしいですからね。よし、ここであれば2機まとめてキャノンの餌食にしてくれる。ではちょっとリックどもを撃破しつつレベリングもできる限りしていきたいと思います。貝はリックドムだったらブームライフルのピンポイント射撃でワンタンキルできますね。これは大きいかな。ちょっとハヤトがやっぱりレベリングは進んでないので、ハヤトだけまああらゆる面ですね、攻撃もそうだし足の遅さも含めてちょっと使い勝手がだいぶ悪くなってきてるかなっていう感じはありますけど、まあこれもしょうがないですね。まあ、せめて貝だけでもレベルをどんどん上げていきましょう。無限に撃てるこのキャノンですね、ショルダーキャノンでどれだけ削れるかっていうところかな。接近されると結構きついなーっていうのがガンキャノン。ガンキャノンのこのキャノンの感じはもうちょっと範囲が広くてもいいかなって感じがするな。ジャイアントバズよりかは広そうに見えますけど、もうちょっと広範囲だと、まあなんていうのかな、エリア攻撃みたいなイメージで使い勝手がさらに良くなりそうな気がするんですけど、普通にジャイアントバズと打ち合ってるとそれなりにダメージが、まあ、蓄積していくなっていう感じがやっぱりしますね。むちゃくちゃ食らったな。やられた。さあ、残ってるのが、アムロとハヤトですけど、まあ、ハヤトは、先ほどからお話してる通り、まあ、全く当てにならないので、ちょっとアムロで、なんとか、肩をつけにかかるしかないですね。ではこのままアムロで戦っていきます。たまにねこの格闘が通らない敵っていうのが結構、まあ、たまになんですけどあるんですよね。それではあのビームライフのピンポイント射撃で削っていきましょう。しっかり通るときは通るんですけどね。ピンポイント攻撃じゃなくて1ターンに3回アタック攻撃が結構有効ですね。
ただライフルをほぼ全弾使い切った形になるので、まあ、ここはいただけないかな。あとライフルの残弾が2ですね。ハヤトもやられて残っているのがこのガンダムのアムロだけの状態なんですけども、なかなか敵の陸ドームの数が多くてですね、もうだいぶ倒してるはずなんですけども、まだなんかイベントらしきものは発生してない状況ですね。どれだけ倒せばいいんだっていう感じもするんですけど、結構ね、このジャイアントバズーカーがね、優秀なんですよね。近距離戦というか、まあ、ターゲットが近いレンジでの射撃戦もこなせるし、遠いところでの、まあ、弾幕みたいな感じで使うこともできるしっていうことで、なかなかね、このジャイアントバズーカー、ビッグドームでジャイアントバズーの攻撃に苦戦してるっていう、まあ、そういう状態ですね。ちょっとエネルギーカプセル的なものを あった、ありがたい。ちょっとあれを取りに行きましょう。まあこの距離にいたか。ちょっとこいつを倒してからエネルギー満タンにしましょうか。青はね、エネルギーだったと思うんですよね。で、赤が、まあ、いわゆる残弾補給マガジンだったと思うんです。あ、違うのか。82のままだ、変わってない。これはきついな。やっぱり、ハヤトとカイがもうちょっと活躍する、まあ、状況を作らないと、しんどそうですね。あ、違う違う。回復アイテム使ってないからだ。ちょっとアイテムで回復しましょう。お、回復した。危ない危ない。もう3だったからな。6回、7回。結構殴られたな。そしてまたジャイアントバズ。この後本当に、まあ、例えば、ハヤトしか出撃しないステージとかがあったらもう完全に次ですね。なんか、サイコミューっていうのが出てきたので、ちょっとこれ使ってみましょうか。どんな攻撃なんだろう。射撃を入れて、ああ、でも124か、何回攻撃できるんだろう。敵がまとまってると、4マスに固まってると使いやすそうですね。4回攻撃なのか、4回攻撃できる。そうか。これ、あんまり射撃戦、格闘戦したくない相手には有効かもしれません。もうまだ撃てるのか。いや、こんなにビームライフル使いたくないな。どうなんだろう。わあ、もうビームライフルの残弾がなくなってる。ようやく終わった。リックドームどんだけ倒したんだろうな。ララーですね。ララーは初登場かな、このゲームの中では。
というわけで、リックドムを相当数撃破しました。次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思うんですが、カイとハヤト、まあ、特にハヤトですね、レベリングが進んでないのがちょっと不安ではありますね。